2017FIFAU-17 ワールドカップは2017年10月6日から28日かけて行われた第17回目の FIFAU-17 ワールドカップである。2013年12月ブラジルで行われた FIFA フフ理事会でインドが開催国として承認された。イングランドが初優勝を果たした。イングランドは同年5月に 韓国で開催された FIFAU-20 ワールドカップでも優勝したため U-20 と U-17 の2つのカテゴリーで優勝した国となった。各チームの登録人数は21人。年齢制限は誕生日が2000年1月1日以降の選手。今大会は OFC の出場枠が1から2に増え、逆に UEFA の出場枠が6から5に減った。 会場は以下の通りに決まった。8月8日に今大会を担当する21組の審判団と7組の女性のサポートレフェリーが発表された。また、この大会ではテスト期間中だったビデオアシスタントレフェリーは使用されなかった。各組2位まで及び3位の成績上位4チームが決勝トーナメント進出。 試合時間はインド標準時、コロンビア V ガーナインド V アメリカ、合衆国ガーナ V アメリカ、合衆国インド V コロンビアガーナ V インドアメリカ、合衆国 V コロンビアニュージーランド V トルコパラグアイ、V マリトルコ V マリパラグアイ V ニュージーランドトルコ V、パラグアイマリ V ニュージーランドドイツ V コスタリカイラン、V ギニアコスタリカ V ギニアイランド V ドイツコスタリカ V、イランギニア V ドイツブラジル V スペイン北朝鮮。 V ニジェールスペイン V ニジェール北朝鮮 V ブラジルスペイン V 北朝鮮ニジェール v ブラジルニューカレドニア V フランスホンジュラス V 日本フランス V 日本ホンジュラス V ニューカレドニアフランス V ホンジュラス日本 V ニューカレドニアチリ V イングランドイラク V メキシコイングランド V メキシコイラク V チリイングランド V イラクメキシコ V チリコロンビア V ドイツパラグアイ V アメリカ合衆国イラ V メキシコフランス V スペイン イングランド V 日本、マリ V ラクガーナ V ニジェールブラジル V ホンジュラスマリ、V ガーナアメリカ、合衆国 V イングランドスペイン V ランドイツ V、ブラジルブラジル V イングランドマリ V スペインブラジル V、マリイングランド V スペイン本大会で表彰された、選手は以下の通りとなった。ありがとうございます。